形態素解析、形態素解析、形態素解析、モーハロジェクルアナリシスとは、文法的な情報の中期のない自然言語のテキストデータ、文から対象言語の文法や辞書と呼ばれる単語の品種等の情報に基づき、形態素、モーフィーム、大まかに言えば、言語で意味を持つ最小単位の列に分割し、それぞれの形態素の品種等を判別する作業である。 自然言語処理の分野における主要なテーマの一つであり、機械翻訳やかな漢字変換など応用も多い、もちろん、かな漢字変換の場合は、入力が通常の文と異なりすべてひらがなであり、その先に続く文章もその時点では存在しないなどの理由で、内容は機械翻訳の場合とは異なったものになる。 もっぱら言語学的な観点を主として言語学で研究されている文法に基づく解析も、あれば、コンピュータ上の自然言語処理としてコンピュータでの扱いやすさに主眼を置いた解析もある。以下は、校舎のためのツールを用いた例で、お待ちしておりますという文を携帯素解析した例である、茶線を使用した。自然言語以外の場合では、プログラミング言語などの場合は、 軸解析が相当する。英語の文は日本語とは異なり、あらかじめ単語と単語の区切りが、ほとんどの箇所で明確に示される。このため、単語分割の処理は日本語の場合ほど複雑である。必要はなく、簡単なルールに基づく場合が多い。例えば、it's, a gift for Mr. Smith という文を解析することを考える。単語分割をすると、以下のようになる。 一つの分割として、一と S にするか、i と Is にするかはしばしば議論の対象となるが、所有格末日の S が誤って、Is になることを防ぐために S にすることが多い。品種付与はルールに基づくものから統計に基づくものまで利用される下記の例は、スタンフォードポスタガーによる。英語の場合と異なり、分節を得るのが目的となることが多い。 大まかに言えば、文から切り出した単語が属する品詞を、辞書、自然言語処理用のを用いて調べていき、結果得られた並びから正しく文節が構成される、並びであるものを正解であるとするといったような方法をとる。日本語文法では、例えば動詞の後に、格助詞が来ることはできない、ドアを開けるよ、などは、不可といったように、ほとんどの付属語について、このようなものの後にはつく。 このようものの後にはつかないという規則性があり、また動詞の活用はその後に来る品種を制限することがある。例えば連体形の後は名詞。このような性質を利用することによって単語の境界の判別を行う。具体的にこの性質を利用する方法には以下の二つがある。長尾誠らの1970年代後半の研究では、 次のようなアルゴリズムによる携帯素解析処理を構築した。前提として漢字で書かれた部分は基本的に切り分けず、そこが自立語あるいは自立語の語感になると想定している。従って漢字で書かれた自立語の辞書、テーブルは持たない。この時使われるテーブルには次のものがある。この中で接続テーブルが規則に相当する。 形態素解析における品種の接続関係は必ずしも通常の文法通りではなく解析の効率や形態素の切り分けがなるべく100%となる切り分け不能との案内を考慮して設計されるこのような規則を分節構造モデルと呼び須藤姫明の研究がある昨今の日本語や英語などの形態素解析では統計的な手法が利用される主な手法に ラティス上の経路予測と転移予測が存在する。ラティス上の経路予測では、事前に生成可能な単語列を辞書を使って、網羅的に列挙し、各単語間の連結部において、両単語が連結して出現する確率に相当する、スコアを付与する。文全体でこのスコアの合計が、最も高くなるような品種列を答えとする。スコアの計算は隠れマルコフモデルや、 条件付き確率上などによりモデル化する。次に点位予測による手法がある。点位予測では、すべての文字の境界に対し、分割可能かどうかを、サポートベクターマシン等の分類器により判定する。分割可能な場合は、その点が単語区切りとなる。分割判定には、分割点の周りの文字やその種類、部分文字列が、 単語辞書に含まれるかどうかといった情報が与えられる。品種推定においても、ある判定箇所について、その単語と周りの単語から、SVM などにより判定する。点予測は、辞書を使って、単語ラティスを生成する必要がないというメリットがある。このため、入力文中の単語が辞書にない場合でも、周りの文字列を使って、単語らしい部分を識別可能な場合があり、 辞書が貧弱でも比較的高い精度で解析できる。さらに、ラティスの生成には原理的に文の長さを N として O の時間を要する転移予測では格も時間について判定するだけのため O の時間で済む。いずれの手法でも、ある特定の言語の全世界における全文章データをもとにモデルを作成することは事実上不可能であるし、さらに、 そもそも文章化されたデータからモデルを学習したとしても、それが元となる文章の解析には最適であるものの、それ以外の、例えばモデルから見れば全く手付け数で、未知の今から解析しようとする文章には適しているか、どうかは保証がないことなどら次の節で述べるような問題も発生する。日本語を形態素解析する際においては、 以下の四つが大きな問題となる。単語の境界を判別することは、かな漢字変換の基礎となる技術である。しかし、単語の境界判別をまさしく行うためには、与えられた文以外の様々な知識、情報が必要となる場合があり、そのため解決が困難である。例えば、裏庭には、鶏がいるという文には、以下のように、意味的には、解釈に失敗しようとも、 文法的に正しい、異なる読み方が存在する、本当はもっとある。上記最後の文の意味解釈は、ハニワドリと呼ばれる人あるいはものが存在したという特殊な状況下では、意味的にも解釈に成功するだろうが、一般に、そんな例は全くと言っていいほどない。しかしそれは、ハニワドリなるものが実際には存在しないという、経験的な知識による人間らしい判断であって、 コンピューターなどの計算機を用いた解析では文法や単語の辞書的データを超えるようなそういった知識も導入したとすると必要な知識が膨大に用意される必要があり現実的ではないこの文のように完璧な正解を得るにはその文が置かれている文脈や書き手の意図等の背景を組み取らねばならないため非常に難しい品種判別の困難さは日本語よりも 英語で顕著である。例えば単語タイムは、時間という名詞としての意味の他にも、倍するという動詞としての意味もあるため、これをどちらの意味にとるかによって、文の文法的構造や導かれる意味が、全く違うものになってしまう。品詞を見分けることは、形態素解析の次の段階である、公文解析にとって非常に重要であるが、 英語では、品種の種類が、文の構造と密接に関連しているため、これらを同時に行う方法も研究されている。形態素解析は普通、その言語の単語を収めた辞書を用いて行われる。解析対象の文中の辞書に含まれない単語を、道語と呼ぶ。日本語では、漢字の列やカタカナの列はたとえ道語であってもある、程度単語として認識することができる。しかし、 それが使えない場合、代表的な方法は、知っている単語が現れるまで読み飛ばすというものだが、これは後の解析を狂わせてしまい、結果として眼鏡な解析、より多くの文を解析可能であることができなくなってしまう恐れがある。話し言葉や電子メールなどで使われる言葉は、例えば小中学校で習うようなある、特定のモデル化された文法による日本語からは、 かけ離れたものが多い。例えば、そんなことは知らないでしょうが、みんなこた知らん書に変化しうる。また電子メールなどでは、携帯素解析に用いられる辞書には載っていない略語や、フェイスマークが使われているとも多い。しかもそれらは一般に常用されるがために日々増えている。また、こういった文は、構成が不十分のため、書き手の誤りが入っている場合が多くある。しかも、 こういった誤りが繰り返されれば、西洋とみなされる場合すらある。このような文に対応した解析手法を眼見な解析と呼ぶ。このような文に対応するためには、正しい文が入力されるという前提の設計に、基づく、現在の形態素解析の手法を誤りが含まれるような文にも、対処可能なように根本から見直す必要があるが、言語資源の不足のためあまり研究はされていない。 英語を含む多くの言語では、単語は普通空白によって、分かち書きされる。このため文を、形態素に区切るのは日本語に比べると比較的、簡単である。合成語の品種や、形態素の品種を見分ける問題は依然として残る。ドイツ語では、複数の単語から合成された名詞が空白による、区切りのない一つの単語として表現されるため、分かち書きを行う必要がある。 中国語でも単語間の空白がないため、日本語と同様には価値書きを行う必要がある。また英語や日本語では活用する品種の種類が少数に限られるため、単語の活用型も含んだものを全て辞書に収めることができるが、ロシア語、フィンランド語などでは活用はほぼ全ての品種が起こすため、これらの言語では辞書に活用型を全て収めるのは秘密的である。 フリーなライセンスで自由に入手できる。5. おさむき。